マルセラは、メキシコゲレーロ州出身の女子プロレスラー。本名、マリア・エレナ・サンタ・マリア・ゴメス、CMLL 所属。1985年12月にローカル・インディーで、デビュー。1990年、CMLL に入団するが、その後女子部が休止となったため、インディー団体を転々とした後、1997年に、女子部が旗揚げされた大日本プロレスに、 定着参戦。メキシカンならではの華麗なルチャで団体を盛り上げた。大日本は他に JWP にも参戦した。しかし大日本女子部が解散し、CMLL 女子部が再開されると帰国して復帰。2005年9月17日、アレナメヒコでダークエンジェルを下し、CMLL 世界王座を獲得。日本からはたった広かとライバル関係となる。 2007年1月、ヒロカと共に来日し、ムガワールドプロレスリングや、格闘日などに参戦。5月4日には、プリンセサスヘイト、メキシコ女子王座を争い、王座獲得。2010年、久方ぶりに来日し、4月に復活した大日本女子部、5月には、JWP にも参戦。2011年10月28日、 アマポラが持つ CMLL 世界王座に挑戦して勝利。アマポラが4年にわたり守り続けた王座をダッシュして2度目の大冠その後、CMLL 女王として栗原歩美工業に来日するが、11月26日に東京で栗原歩美に敗れ王座陥落。2012年3月10日、メキシコに栗原歩美を迎え、 二から一で勝利し CMLL 世界上使用座奪回。ありがとうございます。